ワトラさんがゲストハウスに戻られて、その後30分くらいで皆さんが解散されたんですね。ええ、そうよ。いい加減眠くなってきて、一眠りしてから仕切り直そうってことになったのよ。エリカも着実に基礎を固めているようですが。無駄なことよ。アリバイがあろうとなかろうと、わらわたちの存在を否定することなどできぬわ。金蔵は窓より逃れ、今や六軒島の霞よ。決して捕らえることも否定することもできぬ。さしずめ、チェス盤の裏側にでも逃げ込んだとでも言えばいいのかしら。その場合はしまい込んだというのが適当でしょうな。そういえば例の第一の盤の死体、同じくしまい込んだのであったな。ええ、異界と人間界の狭間の私の暗黒にしまってあるわ。あの探偵気取りに見つけられることはあるまいな。当然よ、人間には絶対不可能だわ。確認する。念のためな。そしてわらわたちも今後のベルンカステル教の狙いを今一度読み直す必要があろう。敵を知れば百戦も危うからずですな。真に知れば百戦も戦わずに勝てるわ。いやいや、全く。おや、今回のゲームの第一の番の犠牲者は5人なのですか？ 6 人ではなく。おお、お師匠様ではないか。どこへ行っていたやら心配したのだぞ。ゲームはもう第一の番を迎えて、ご覧の通り最初の犠牲者が出ておるわ。さあ、いよいよだ。ワクワクしてきたぞ。そうですか。ここのあなたは元気そうですね。何よりです。ん？わらわは元気と魅惑のボディ、あと気立ての良さくらいしか取り柄がないぞ。なっ！
今のところ出ている死体は5人。見ての通り、首をすっぱりよ。なるほど。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、源氏の死体は誰が見ても一目で死亡が確認できるというわけですね。ん？赤か。まあ、お師匠様にケチっても始まらぬ。そうとも、死んだふりなど絶対にありえぬ。誰もが一目で死亡を確認できる死体であるわ。なぜリーヤは赤を？さて、しかし常にお嬢様のことを思われている方です。お嬢様に利する何らかのお考えがあってのことでしょう。ふん。なぜガープに死体を隠させたのですか？うん、今回のわらわのゲームはすでに碑文が解かれているため普段とは変わっておる。今は夏日に仕え、夏日を守ることを目的にしているのだ。彼らの死体を隠蔽することがどう夏日を守るのです？向こうの手は大体読めてるの。多分これは夏日を追い詰めるための罠。おそらく第一の晩のアリバイを突き詰めていくと、夏日以外の全員にアリバイが現れるのよ。夏日様は昨夜は最初に親族会議を抜けられ、その後はお部屋で一人でお休みでした。お気の毒なことに朝までアリバイが全くありません。金蔵の存在はすでに否定不能とした。しかし一つだけ、それを打ち破る手が敵に残されている。なるほど。夏日を追い詰め、金蔵は存在しないと自白させるわけですね。うん、敵の狙いはおそらくそんなあたりよ。親族会議をめぐる駒たちの動きから、わらわたちはいち早く夏日の孤立を察知し、その罠に気づき、こうして手を打ったのだ。死体が消える。全員にアリバイがある。運搬者は存在しない。魔女の存在を主張しつつ、同時に死亡説自体にも疑問を投じることで、夏日をギリギリ容疑者から逃すことができるわけ。つまり夏日さんは第一の晩の犠牲者、実は死んだふりだったと主張することが可能ということです。いとこ部屋で大勢がその死を確実に確認しているにもかかわらずですか？確認など赤き真実に到底及ばぬ。彼らがいくら確かな死亡を見たと主張しようとも、人間界に赤き真実は存在しない。死体が存在しない以上、夏日は彼らのその言い分を見間違い、取り、もしくは彼らが全員嘘をついているなどで、いくらでも延々と言い逃れが可能なのだ。赤き真実なき人間界においては、パーペチュアルチェックは最も有効な一手。延々と相手を否定し合っての水かけろ。千日って美しくないわ。です。しかし、美しさとは
勝利の先に望むもの、勝利を得ぬ者が欲すれば毒にしかなりませんよ。勝てば官軍というでな。私にとっては美しくなくても、後悔者の魔女たちはそれを退屈しないと呼んで好むのかしらね。なるほど、今回のゲームの流れを把握しました。随分といやらしいものになりそうですね。百も承知よ。そして私たちはすでに夏日がこれからさらなる罠に誘い込まれるだろうことを知っている。罠？うん、ラムダデルタ教が生み出す19年前の男を名乗る何者かがすでに夏日を脅迫している。もうじきの午後1時にとある客室のクローゼットの中に入り、息を潜めよと命じているのだ。クラウスを人質に取られ、夏日は逆らえん。なるほど、必要ですね。かばいきれますか？無論よ。何しろ夏日は犯人ではないのだからな。いくら犯人扱いしようとも、真実も幻想も我らに味方する。負ける道理などないわ。それはどういう意味ですか？私が疑わしいというのですか？先に抜けられて自室に戻り、朝まで部屋を出なかったというお話は賜りました。しかしそれを証明していただかないとアリバイにはならないと申し上げてるのです。証明？どうやって？どうやってでも結構です。客観的にあなたには犯行が不可能だったと証明してもらえれば結構なのです。他の皆さんは協力してくださっています。夏日さんもそう邪険にされず、どうかアルバイトその証拠を示してもらいたいと思いました。そうよ、夏日姉さんには丸一晩の空白時間があるのよ。先に休むと言って会議を抜け、ゲストハウスへ行き、ジョージたちを襲ったかもしれない。バカなことを言わないでください。どうして私がジョージ君を、そして何より自分の娘を殺さなくてはならないというのですか？落ち着いて。私たちは等しく疑われてるの。悲しいけど潔白の証明は各々がしなくてはならない。ああ、俺たちだって疑いを晴らそうと必死に昨夜のアリバイ立証に頭を悩ませてるんだぜ。夏日さんかて疑われて面白いはずもあらへん。悔しいと思うなら自分の潔白を証明する何かを探すのが先決とちゃうか？あなたの無実を証明するアリバイを何か示してみせなさいよ。そんなものないくせに。ジョージを返して、この人殺し。予算かエヴァ。夏日さん、あんたも少し疲れてるんや。
もちろんそれはわしらもや。少し楽にせんか。だな、俺たちは少し気を張りすぎだ。夏日おばさん、どこ行くんだ。アリバイ探しも犯人探しも実に滑稽です。台風が過ぎ警察が来れば全てが白日のもとにさらされるのです。私たちが探偵ごっこをする理由など何もない。違いますか、エリカさん。一般論的にはそうですね。ですが私にはそれをする権限がありますので。私は退出します。警察が来るまで皆さんのくだらない問答にも付き合うつもりはありません。私を疑うならどうぞご自由に。それを疑い晴らすことも私は警察に委ねますので。ナズヒさん、一人になるのは危険だ。ここにみんなで一緒にいた方が。いいじゃない。それも立派な証明かもよ。これで夏日姉さんが自室で殺されてたりしたら、それも立派な無実の証明だわ。よせよ、姉貴。夏日さんも俺たちも少し一服した方がいいだろうね。明日まで体が持たねえぜ。一服はしても油断はせず、うん、明日どころか今夜も越せないかもしれない。夏日おばさん、部屋へ帰るならしっかり施錠して窓も鎧戸を閉めて安全にしてたから。いや、誰も疑いたくない。そしてそれ以上、もうこれ以上誰にも犠牲になってほしくない。ありがとう、バトル君。でも私は部屋に戻ります。ゴーダ、あとは任せます。お客様にせめてこのような状況ではあってもご不自由をおかけしないように。はい、奥様、心得ております。
しろ好都合です。犯人と直接対決する良い機会ではありませんか。1時間隠れていろというのですね。馬鹿にした話です。これでこの部屋には誰も入れないではありませんか。つまり1時間の間誰にも私を見つけることはできない。私の勝ちです。バカバカしい隠れ物ですね。Thank you.
甘えた考えです。しかし、どうして私の好きな季節が秋だと。気持ちが悪い。私が秋を好きだというのはシャノンしか知り得ないこと。なら、これはシャノンが関わっているという明白な証拠ではありませんか。それをあの秋というカードが証明しています。なんということ。10年にもわたり当家の世話になりながら。あのカードで私を驚かし、うまく手綱を取れたつもりだったのでしょうが、むしろ墓穴を掘ったようですね。なんや、開いとったんか。
念のためや。どうせこの天気じゃ夜と変わらんわ。
んた。どっから入ったんや。なんやそれ。またか。じゃあ、はい。Thank you.
主人を見て早く。今見ます。嘘だろ、秀吉おじさんが休むって出てって10分かそこいらだってのに。お風呂場には誰もいない？はい、誰もおりません。なんということでしょう。あなた、あなた、残念だが手の施しようがない。ばらけるのを待ってたんだろうな。ちくせどめ、まだ血が足りねえってのかよ。やはりこの屋敷のどこかに隠れていて私たちを狙っているのでしょうか。それよりおかしいわ。この部屋は戸締まりも完璧なのに。鎧でも全て閉まってますし、扉にはさっきまでチェーンが。え、それはおかしいではありませんか。それじゃ犯人はどうやってこのお部屋の秀吉様を襲ったというんですか。扉の隙間からこの杭を投げて刺したのか。その隙間から秀吉さんのベッドは完全に死角よ。銃を使ったって殺せやしない。おかしな話になったわ。密室殺人。密室殺人。そうと決めつけるのは早いぜ。風呂場の天井を外して天井裏に逃げた。あるいは鎧戸が実は外からでも閉められるかも。鎧戸は外からはびくともしませんでした。今確認してきました。ウリコ、お約束で。そういう言い方はねえだろ。お悔やみ申し上げます。で、室内の状況は。扉にはチェーンがかかっていて、私たちは切断して入ったわ。そして窓には全て鎧戸、しっかり内側から施錠されてる。奥は何を揉めてるんです。
の死体は。そうしたらどうなったの？犯人にどこかへ持って行かれちゃったのよ。犯人は殺すだけじゃ飽き足らず、遺体にまで何か無体なことをするつもりなのかもしれない。だからダメ。ここへ主人を一人ぼっちで残していくなんて絶対ダメ。エリカちゃん、現場をそのままで保存しといて、今回はちょいと折れてもらうぜ。どうぞご勝手に。私にとって興味があるのは、金蔵さんの書斎よりはるかにまともな密室が出現したことだけです。死体には興味ありませんので、どうぞご自由になさってください。搬出していただいて結構ですよ、ね、死体。あ、それとも私が邪魔ですか？100枚運ぼう。はい。あなた、あなた、いいこと。みんな、これからは常に団体行動、絶対に孤立してはダメ。犯人は源氏さんを襲った時点でマスターキーを得ています。施錠がもはや安全を保証しないことは明白だぞ。しかしチェーンまでされていたのに、どうやって？不可能だ。鎧でもチェーンロックがしっかりかかっている。マスターキーがあったって、あの部屋に押し入るのは不可能だ。きっとベアトリーチェ様の仕業ですよ。ベアトリーチェ様のはずありません。秘文は解かれ、すでに儀式の意味は失われたはず。分かるものか。こんなの魔女にしか不可能だ。魔女にしか不可能ですか。いい響きです。エリカちゃん、話を聞いてる？私たちはこれから全体行動って決まったわ。私たちはまず秀吉さんの遺体を客前へ。探偵ごっこはそれからにしよう。行くぜ探偵さん。団体行動を乱すなって修学旅行で習わなかったか？私が旅行に行くと必ず人が死ぬって。
お約束がありまして。ほら、何してやがるガキども、早く来い。夏日さん、ちょうど今からあなたにも知らせに行こうと思ってたんです。それはありがとうございます。それで何かありましたか？今夏日さん階段を登ってました。夏日さんの部屋って上ですよね？寝つけなくて客間に戻ろうとしていたのですが、自分の部屋に鍵をかけたか不安になり戻ろうとしたのです。心配性なのでよくあることです。気にしないでください。ああ、よくありますよね、そういうの。記憶力に自信のない人にありがちな癖です。エリカさんこそお一人でどうしたんですか？例の客室を調べようかと思いまして。客室？大変なことになったじゃないですか。現場検証は私の権利ですので。そして今回もそのアリバイを証明できないわけですよね。おっしゃっている意味が分かりません。
逆を言えば、私が自室にいなかったことをあなたこそどう証明されるわけですか。おや、そうきましたか。ならばそれはおいおい、鍵は後にしてください。皆さんに重大な話があります。鍵を確認したら戻ります。先に始めていてください。秀吉さんが殺されました。その件についてです。ええ、ちょうど夏日さんが戻ってきてくれました。全員が揃ったところで、私から皆さんにとても重要な話があります。重要な話？え、重要な話です。最初の事件からをすべて皆さんの前で整理したいと思います。それなら他の皆さんとなさってください。私はそういうことは警察に任せるべきと思っています。関心がありません。整理した上で重要なお話があるのです。あなたにも誰にも断る権利はありません。事件だって全然進んでないのよ。もう少し殺させて、いろいろと手がかりを集めればいいのに。さあラムダ、すべての駒を集めなさい。ここからが一番面白いんじゃない。思い切り楽しみましょう、お互いにね。どうかしらね。お手並み拝見と行くわよ。24時のゲームセットを待たずにもう仕掛けてきたとはな、ベルンカステル共鳴。
気の早いご人よ。相当の早仕掛けですな。この段階でもう勝てる算段があるとは。普段なら魔女の存在を主張するだけで勝てるけど、今回は夏日や金蔵や守る者が多いわ。面倒な戦いになりそうね。面倒な戦い、大いに望むところよ。わらわの黄金の島でこれ以上の好き勝手はさせぬ。受けて立とうぞ、ベルンカステル卿フルドエリカ。バトラ君は誰が犯人うんぬんというだけのゲームなら、もう二度と屈することのない力を身につけたと言えるでしょう。第四のゲームまでであなたは全てのメッセージを彼に伝えています。つまりバトラ君はいつでも全ての真実に気づいてもよいということです。しかし彼には甘えがある。だからこのままゲームを幾百と続けたとしても永遠に解けはしない。まるで青い鳥を探すかのように永遠にさまよい続けるだけ。だからあなたはあの二人を呼んだのです。あなたたちの永遠の拷問を終わらせるため。あの二人はあなたに勝利か敗北のいずれかを与えるでしょう。しかしそれはいずれであってももはや慈悲に満ちたものです。あなたにももうそれは分かっているはず。ベアトリーチェ、あなたはいつまでそうして生きるでもなく死ぬでもなく天国に昇るでもなく地獄に落ちるでもなく煉獄山の頂上でぼんやりとしているつもりなの？私は悪気りで彼を煉獄山に案内し、頂上のあなたのところまで連れてきました。そしてあなたはベアトリーチ、彼の手を取って天国へ昇るか、彼を抱いて地獄へ落ちるか、選ばなくてはならない。
飛びなさい、煉獄の崖より。淡く脆くてくだらない希望の未練ごとパンドラの箱を開け放ってしまいなさい。怖いでしょ、箱を開けるのは。箱の中の猫は生きているのか死んでいるのか、それを確かめる時に来ました。死んでいる猫ならば早く供養して天へ登ってもらいなさい。生きている猫ならば早く餌を与えて全ての愛情を注いであげなさい。生き死にに関係ない、あなたの猫箱は猫を永遠に冒涜しています。あなたが開くことを恐れた箱の鍵をあの二人が持ってきてくれましたね。